12球団最後の1試合6安打がこちら。中日2022年8月3日、大島6打数6安打5安打1、2塁打1打点。阪神2018年9月16日、大山6打数6安打7打点3安打3ホームラン。ソフトバンク、ダイエー、2003年7月27日、城島6打数6安打3安打1、2塁打2本塁打7打点。巨人戦1974年5月10日、高田茂6打数6安打4安打1、2塁打1本塁打、2打点。西鉄戦1955年5月22日、大木6打数6安打3安打1、2塁打2本塁打、3打点。太陽戦951年8月26日、大沢6打数6安打3安打1、2塁打2本塁打、6打点。大島ってあの神宮だよね。試合は確か負けたけどやっぱりプロだなって思ったわ。2022年って村新と首位打者争いしてたやつよね。首位打者取ってほしかったわ。これが36歳で達成した偉業という事実、もっと評価されるべき選手だよ。大島は OPS という概念が浸透する前なら超一流プレイヤーだったと思う。今ではあえたんって言われてるけど、大山バケモンすぎて草。これを23歳でやり遂げるんだからもっと本来は打てるバッターなんよね。打ちすぎだろ。6安打なんてほんとめったにないよ。延長戦でかつ6本全部ヒットを打たなきゃいけないんだから相当ハードル高いわ。村上の5打席連続ホームランがこれ見て頭をよぎったわ。あれはチートのゲームキャラを超えてる。日ハムは大谷翔平でいいやろ。なおメジャーでこれをやり遂げた男がいる模様。しかも10打点というおまけ付き。大島プロすごいな。地味な選手だけど安定的な成績を残せるしいい選手だよ。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。